周りは落葉広葉樹の自然がいっぱいなんですが、その中にひっそりと立っているホテルですね。だいたい距離にして24キロの場所にコンビニエンスストアもあります。当時のお金で16万円、約20億ぐらいには相当するんじゃないでしょうか。十和田港に向けて左手が本館、1939年に建ってます。木材は全て当時の天然秋田杉の木材が使われてますね。80年、100年、150年経つ杉の大木をですね、当時としても80人の宮大工を寄せ集めているんですね。有形文化財には2003年に登録されていますね。面積は約1900平方メートルぐらい、和室は29部屋、3階建てです。地下1階入って玄関のところ、ここが象徴的な場所になりますけれども、吹き抜けがあります。本館の玄関入られて、すぐ見上げると、これは合天井と言いまして、日本の神社仏閣等でよく祀られている天井の形です。それ以外にも板材工を流したような天井もありますし、宮大工の技術の集約したとも言われる仕口、こう木を組んだ形の天井もあります。3つのパターンの天井をしつらえているというところも、やはり宮大工の人たちのこういうこともお見せしたいんだというものが表れているんじゃないかなというふうに思いますね。その上の階の1階がライブラリーで、置いてくつろいでいただけるスペースもございます。そして2階は全て客室でございますね。ルーム名はまず樹木の名前、それからあとお花、植物の名前が全てですね。29部屋の和室の床の間、それからそのしつらえ、壁、それら含めてもですね、2つとして同じ部屋がないんですね。それらの使われている樹木の数、全て合わせるとおそらく20種類以上にはなります。全て各宮大工が競い合って各部屋を担当してるんですね。私のホテルを象徴する部屋がボタンという部屋になりまして、目の入り組んだ丸々したような、そんな模様の木目が見れますし、和風建築の中に必ずあるのが床の間でございます。角部屋にあたりますので、やはり十和田湖を一望できる、そういった非常にこう眺めのいい部屋でもあります。幻の東京オリンピックに向けて、実は日本政府主導で建てられた国策のホテルなんですね。オリンピックが開催できなかった大きな要因は戦争ですね。1961年、昭和天皇が来県されています。その時に宿泊されたのが私ども十和田ホテルでございました。2階にある大浴場ですが、内風呂とあと露天風呂もありますが、食事の場所は別館の1階にございます。季節に合わせてメニューは変わります。十和田湖を一望しながらお食事を召し上がっていただきます。自然景観でいけば、日本の中でも特 A と言われる景観美になります。さらにお越しいただくと分かるのは、十和田湖は私どものホテルの庭のようにも見えるとも言われていますね。木材を多用している建物ですので、年数を経ても少なからず材木、木の香りというのはあります。十和田ホテル利用される方は、ゆったりできたとか、落ち着けた、くつろげたという言葉がすぐ返ってきます。そこでくつろげるというのは、やっぱり木の建物のやっぱり一番の特徴かなというふうに思いますね。